皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日の雑貨はですね、手帳で充実した一日になるかという、そんなお話をするんですけども、ちょっと、えー、私自身にも通っているというかね、ちょっとそんな話題を、えー、来るんですけど、あのー、手帳を使っていて、まあ、うん、使い方次第で、 充実した一日になるって。まあまあ、これはね、多分 <laughs> あの、誰に聞いてもというか、それに越したことはないという、そんな話ではあるんですけども。えっと、私自身、そんなになんかこう、手帳の中にこう、いっぱい書き込んでるわけでもないんで、まあ、その、充実の度合いというか、うん、充実、何をもって充実とするかというところによると、多分人によってそれぞれ違うんではなかろうか。 いうふうには思うんです。で、あの、特にですね、こう、うん、一般的にはというか、手帳にね、こう、いっぱい書き込んであれば、こう、充実してるというか、使い込んでるというか、ね、そんなふうには感じる、感じやすいとは思うんで、まあまあ、それをもってして、ね、えー、充実してるんだ。まあ、そ、そういうふうに捉えることができると思います。で、ただ、 えー、私なんかもそうなんですけど、じゃあいっぱい書いているのかっていうとそうでもないんですけど、ただ充実はしてます。こんな風に捉えるとすると、じゃあ多分これ何かが違うという風に思うわけなんですけど、あの、私がちょっと意識してることを、まあ、今日話すっていうのが、まあ、この動画のポイントになるんですけども。結局私、その大事なことを手帳の中に書き込んでいて、で、それをやることによって、 まあ充実した一日ですというふうに、まあ、みなすというか、あの、間違いなくね、その書いてること自身をね、やらないと嫌な気持ちになるんで、充実しません。こんな話になるんで、まあ、逆に言うとね、書いたことをしっかりやることによって、充実した一日になりますよという、そんな話。だから、書く量ということではなくて、まあ、うーん、書いたことをきちんとやったと。 そういうことで充実した一日になりますというふうに、えぇ、ー、みなしていますというか、えー、そういうふうに考えていますので。だからね、必ずしもその手帳が真っ黒でとか、あの、ちょっとカラフルでこうデコってみたいな、そういう話をして、それをもってして充実してるかという、そういうばっかではないと思いますまあね。 あの、その、いっぱい書けない人は、えー、そんなことをちょっと基準にしてみてもいいんではなかろうかなというふうに思います。えー、手帳で充実した一日になるかどうかは、えー、書く量だけではなく、えー、書いたことによる報道、それにも、えー、十分対応できるのではないかなというふうに思います。今日の動画は以上となります。 最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。